どうも、ネゴロです。現在、上野駅にいるんですけども、本日はね、茨城県の鹿島に行こうと思っています。まずね、この電車で上野から増戸まで行って、そこからまた別のに乗ってね、合計まあ5回乗り換えて向かうっていう感じですね。いやー、大変そうだ。鹿島神宮駅に到着しました。鹿島神宮駅を出ると広場に出るんですけど、とても綺麗な広場でしたね。駅から少し歩いて鹿島神宮へと向かっていきます。ここ左ですね。ここででも河岸地撮ってるのいいけど、この辺でご飯食べていこうかな。ここのお店のね、お好み焼きにします。目の前に鉄板みたいなものがあったので、僕は自分で焼くスタイルかと思っていたんですけど、出来たてが来たのでちょっとキョトンとしてしまいましたね。まあ、味は本当に美味しいですね。久々になんか食べましたね、お好み焼き。お味噌汁はアサリが入っています。少し小ぶりですね。食後には無料でアイスがついてきます。これすごいありがたいですね。それではご飯も食べたのでね、向かっていきましょうか。まあもうすぐ目の前なんですけど、ここが入り口ですね。なんかやけに混んでるなと思ったら、結婚式みたいなのを行っていましたね。今回僕が見たいのはみたらし池と鹿の場所なので、まあそれ以外はスルーしていきます。さっきの入り口からは想像できないぐらいのね、木が出てきて、こんな樹海があったのかっていう。少し歩いてるとすぐにね、鹿のエリアに到着しました。1箱100円で人参を購入することができます。鹿せんべいではなくて、ここの鹿は人参を好んで食べるようですね。彼らはすごいせっかちでね、角でこうやって威嚇というか、くれくれと言ってくるんですね。こいつがすごい食欲旺盛でですね、他の鹿にあげようとしたんですけど、こいつがボス的な位置を確立していて、横取りしていきましたね。鹿にもそういう序列があるみたいです。食べ終わると何事もなかったかのように去っていきます。いや、悲しいですね。新しい家に到着したんですけども、ちょっと思っていたのと違っていました。意外と狭いですね。奥に行くと水を汲める場所があって、何人か汲んでる方はいらっしゃいましたね。ここにあるこの柄杓で水をすくって、なんか自分でペットボトルなどに入れて持ち帰るという形です。正直もう行くとこないなと思って帰ろうと思っていたんですけど、観光案内所の人にね、鹿島城山公園という公園がおすすめだよって言われたので、ちょっとここも徒歩3分ぐらいで行けるので向かっていきます。ちょっとね、僕が想像していたより鹿島はちょっと車とかを使わないと移動が難しいですね。バスも本数が結構限られているので、まあ、時間が合えばうまく移動はできると思うんですけど、ちょっとなかなかね、今僕の時間だと厳しかったんで、ここを寄って、まあ、あとは周辺をぶらついて帰ろうかな。それと鹿島は少し寒いですね。結構僕下が薄着なので、もう春ぐらいの気温かなと思ってきたんですけど、まだ少し春寒かったですね。鹿島の桜祭りも本来あるみたいなんですけども、コロナでね、今年はちょっと中止ということで残念ですが、まあ、桜はね、ぼちぼち咲いてきてるって感じですね。これ桜なんですね。梅かと思ってます。なんかいまいちね、違いがよくわからん色で判断してるんですけど、まだまだ景色も一望できます。やっぱこの辺はね、なんか田んぼが多いな。すごいのどかですね。これ満開時に見に来たらすごい綺麗だったでしょうね。
この辺全部桜だからね。キメラコーヒーでも行きますか。全然、まあ、関係ないっちゃ関係ないんですけど、シノマル食べたくなったんで、まあね、ちょっと歩いたところにキメラコーヒーっていうのね、かしまってもあります。そこまで行こう。待ってください。鹿島って薬の青木あるんですよ。え、懐かしいってか久々に見たの。僕、石川県出身なんですけども、北陸にしかね、ないのかと思ってたの。あるんだ。めっちゃびっくりなんだけど。鹿島って一番びっくりしてんだけど。あるんだ。隣がね、まあ、米田なんで。ちょっとここで休憩してくわ。これうまいですよね。コメダコーヒー結構僕行くんですけど、毎回これしか注文してないですね。期間限定とかのたまにあるんで、それもおすすめです。どこでもこの美味しい白のワルが食べれる、これがねフランチャイズのいいところですね。やっぱり、ね、うまいね。うまい、早い、でかいのは。ちょっとお腹もいっぱいなんでね、満足しました。ということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。Can someone tell me why? Every time I fall in love, it seems to be at the wrong